はい、ではダンベルと椅子を使って自宅でもできるトレーニングをやっていきます。まず腹筋のトレーニングからいきます。次に胸と背中のトレーニングです。次は腹筋の横のトレーニングです。今の腹筋と肩のトレーニングになります。
ストリングスですね。のトレーニングになります。今日はちょっと移動式の不安定な椅子を使いましたが、固定された椅子を使うともうちょっと強度が下がるので、まずはそれからやってみてください。以上です。